保護法案とは何かという話をさせていただきたいと思います。ついこの間まではですね、秘密保全法と呼ばれていました。今最近ですね、呼び方を変えて特定秘密保護法案となっています。これはどういうものか。それは行政の省が知られたくない秘密の内容を指定するわけですね。これを特定秘密と言います。で、その指定された秘密を漏らした人間は懲役10年あるいは罰金1000万円という厳罰が下されます。情報を漏らした人間だけではなく、情報を聞き出そうとした人間も同じように処罰されます。これは我々国民の知る権利というものを放棄させる内容です。そういう厳罰が下されれば、ジャーナリストは怖くて取材ができません。じゃあどんなものが特定秘密と指定されるのか、4つ分野があります。1つが外交、2つ目が防衛、3番目がテロ活動の防止、4番目が特定有害活動の防止。これはあまりにも曖昧なんですね、定義が。どんなようにも解釈できてしまいます。例えば今日本は TPP に入ろうとしております。今インドネシアで APEC で話をしております。この TPP も秘密条約なんですね。我々国民はその内容を知ることができない。どんな内容かわからないのに条約が結ばれようとしている。ただどんな内容かわからないと言っても、情報は必ず漏れます。そして我々国民にとってはとんでもない内容になっているということがはっきりしてきました。多国籍企業の利益が出やすいようなルールを作ろうとし、我々国民の生活というのは